一気に裏返そうという旗です。スピードがあります。そうですね、こういう形でマッチアップしたとしてもそのまま行くところ、はい、まだ行く、戻してシュートはブロックしました。まだあります。シュート、大橋、まだ行く、シュートだー、連続プレーでもぎ取りました。3試合ぶりのゴール、止まるなと言われ続けた大橋、見事にゴールまで持っていきました。悔しがる瀬古。この旗の突破も良かったですし、ここに対して、ね、まず奥野が体を張るんですよね。ですが最後まで落ち着いてしっかりとゴールを見たというところ、大橋が見事に隅っこに蹴り込んだ、素晴らしいゴールシーンだったと思います。そうですね、0対4。